It is a book of the Agriculturian Anthology by Tom Kenyon. A book critic writes as follows. This anthology is a collection of what 8 Agriculturians have to say, including Sanato Kumara, Yeshua Ben Yosef, and Mary Magdalene. From the science officer to the Akashic librarian to an Agriculturian warrior, a medical officer, a meditation master, they bring towards the issues they struggle with, their concerns, and their choice about how to further help humanity. It's an expanded view of reality.A higher dimensional view brought to earth by Tom Kenyon's amazing ability to contact and communicate with beings from other dimensions. Agriculturians are brilliant, fearless, and highly evolved. They have been and will continue to be our guardians and protectors. トム・ケニオンの著書アルクトゥルス人より地球人へについて、その本は次のように紹介されています。トム・ケニオンは異次元の生命体であるアルクトゥリアンとコンタクトおよび通信を経て、彼独自の音楽の世界を作り上げたと。聡明で恐れを知らず高い精神性を兼ね備えたのがアルクトゥリアンであると。そしてそのアルクトゥリアンはトム・ケニオンを通して人間の持つ人間性を高めようとしている。大変興味深いことに、アルクトゥリアンの一人にサナト・クマラという名前の神がいるということです。そのサナト・クマラ、サナト・クマラは日本とも大変深い関係にあるそうです。アルクトゥルス人より地球人への巻頭で、日本のクラマデラとの関係を指摘しています。つまりクラマデラでは、サナーとクマラは五宝魔王尊尊と呼ばれ、彼らの乗った宇宙船がそのクラマデラへやってきたと。アルクトゥリアンは今も昔も人間の守護神であるというわけです。広し林、浜松市、ジャパン。アルクトゥルス人、
そのアルクトゥルス人についてエリア51でエイリアンの世話係をしていたチャールズ・ジェームス・ホール氏は次のように証言しています。ポール・ホワイト、ノッポの白人と呼ばれていました。まあ皮膚がですねチョークのように白いとか、身長が1メートル80センチ前後もあったとか、そのようなことがチャールズ・ホール氏が書いたミレニアル・ホスピタリティという本の中に書かれています。その本の中にアルク・トゥルスという星の名前が出てきます。チャールズ・ホール氏はあくまでもその可能性がある、つまり推測ではあるがという前提でアルク・トゥルスという名前を挙げています。そして、まあ、具体的にですねこのような記述が残っています。ノッポの白人の出身地はどこかということですけども、チャールズ・ホール氏は地球から36光年離れたアルク・トゥルスではないかと。でこの言葉に聴衆がざわついたということなんですね。で確かなことはわからないと、しかしその、まあ、星がですね可能性としては大変高いと、ここで、まあ、チャールズ・ホール氏の口からですねアルク・トゥルスという名前が出てきたという点に注意してください。でアルク・トゥルス星あるいはその近くのどこかはトール・ホワイトにとっては極めて重要なところであるに違いない。冒頭で紹介しましたトム・ケニオンのアルクトゥルス人より地球人への中でトム・ケニオン氏はですね30回以上もアルクトゥルス人の訪問を受けているというのです。その本の中でアルクトゥルスという星の名前が出てきます。これは偶然の一致なのでしょうか、それともどちらか一方がどちらか一方からヒントを得たというようなことはこの際考えないでおきましょう。そのアルクトゥルスあるいはアークトゥルスは牛飼い座の中にあります。春の大三角形を作る一等星の一つです。アークトゥルスとここでは表記されています。アルクトゥルスですね、牛飼い座の中にあります。ところで皆さんは宇宙にも音があることをご存知ですか。太陽風などによってですね電磁波が振動し、その振動が宇宙船の壁を通して人間の耳にも聞こえるというわけです。その音を NASA が、まあ、太陽系のあちこちで拾っています。
この音で思い出すのがオーストラリアンアボリジニーズのデジェレドゥです。どうかお聞きください。で、結論ということになります。トム・ケニオン氏はですね、私たちが神と呼ぶエイリアンからの啓示を受けて作曲活動を続けておられるそうです。その本をですね、山本 N さんから送っていただきました。その本を読んで私は驚きました。私がした経験と同じ経験をトム・ケニオン氏がしていたからです。それについてはまた別の機会に話すことにしまして、今日はその音楽の類似性について皆さんに考えていただきたいと思います。トム・ケニオン氏がですね、音楽で表現しようとしたまさにその音は宇宙の音ではなかったかということです。最後にもう一度トム・ケニオン氏の音楽を聴いていただきます。それでは皆さん、バイ。
ウィキペディア百科事典より。サナト・クマーラはヒンドゥー教の神話説話に登場する賢人にしてブラフマーの精神から生まれた4人のクマーラの一人である。近代神知学では1850万年前に金星から地球のロゴスの物質界における代理人としてやってきた霊的指導者マハトマであるとされる。ヒンドゥー教とジャイナ教におけるサナト・クマーラについて、サナト・クマーラとはサンスクリット語で永遠の若者を意味する。ヒンドゥー教の宗教文書チャーンドーギア・ウッパニシャット7章ではリシ・ナーラダとの対話編が記述されている。ラーマーヤナでも彼の名やエピソードが挙げられている。シヴァ・プラーナにはサナト・クマーラ・サンヒターと呼ばれている部分がある。ジャイナ教では神である。神知学的観点の影響を受けた人々の主張によれば、人を引きつけ全ての信仰信条の人々を団結させるサナト・クマーラのための神殿はスリランカのカタラガマにある聖地に位置しているとされる。クマーラという神はクラマのことか。そうした事実を日本の外にいる外国の研究者から指摘されたということは大変興味深いことだと思います。